はい。それでは今回はワークブック問い8-2について解説をしていきたいと思います。問題はですね、皆さんお持ちのワークブックでですね、ご確認をいただきながら、問題を順番に解説していきます。1番から3番までを今回解説していきますので、まずは順番にですね、1番からいきたいと思います。 この問題のですね、今1番から3番においてのポイントっていうのは、このクラーメル・ラオの不等式っていうのとフィッシャーの情報量っていうところなんですけど、1番では、パラメータラムダの最優推定量っていうことなので、まあ最優推定量っていうのも、順位級で出てくる範囲ではありますが、まあどっちかというとちょっと基礎的な内容なのかなと思います。で、最優推定量っていうのは、対数、 または誘導関数、まあ、対数誘導関数か誘導関数っていうのが最大となるときのパラメータの値ということで、ざっくりと簡単にですね、イメージ図を書いたんですけど、まあ